クエスト第2弾です。ホイコーローですね。今のところ、ホイコーローエビチリチンジャオロースーのリクエストが強いので、順次いきますよ。そういえば、コミュニティ欄でまたアンケート取ってましたね。日本風、四川風ってそんなに違うんです？別物ですね。日本風はキャベツ、ピーマンを軸に甜麺醤ベースで味をつけます。四川風は葉ニンニク、ネギを軸に豆板醤ベースで味をつけます。キャベツとか入れないんですね。そうですね。稀に入れるかもしれませんが、本当に稀です。それで、家庭用に作りやすいものっていうのは？すぐに手に入る材料で、難しい工程を挟まずに作れるレシピを考えてました。今回のもある意味これに含まれるかも。ホイコーローってそんなに難しいんです？多分、最初の工程からつまずきますよ。嘘？本来の作り方ですと、1、皮付き豚バラ肉の塊を1時間ほど下茹でします。ちょっと待ってください。1時間。皮付き豚バラですからね。これやらないと硬くて臭くて食べれませんよ。いや、それはちょっと。まあ、そうなりますので今回は一番票数集めた私流のホイコーローを紹介します。と言っても、普段私が作る何風なのかよくわからないホイコーローですがね。ちなみに、何でもいいが一番だったらどうする気だったんです？クックブーで作るつもりでした。おいこら。いや、普通に美味しいですからね。これ。それでは、材料です。豚肩ロース 200g。キャベツ4分の1玉。長ネギ1本。ニンニクの芽2本くらい。ニンニク1かけ。トウチ小さじ2分の1。豆板醤大さじ1。甜麺醤小さじ2。ラオチョウアン小さじ1。ウェイパー小さじ2分の1。酒大さじ1。ジャンソンジャン大さじ1。なんか聞き慣れないのが2つほどいますね。ラオチョウアンとジャンソンジャンですかね。ラオチョウアンは中国のたまり醤油です。味は日本のたまり醤油より甘いんですが、なんといっても黒いんです。黒い？入れると全てを黒く染め上げます。着色料か何かですか？私、密かに牧獣って呼んでます。なければ普通の醤油でいいですよ。ジャンソンジャンは？ジャンソンジャンは業務スーパーで大人気の調味料です。生姜とネギをすりおろして味付けして、油に浸したものですね。業務スーパーで大人気って本当に業務スーパー好きですね。このジャンソンジャンに関しては、去年ブームになって入手困難な場合まである大人気商品です。なければ、普通の生姜をみじん切りで 10g もあればいいですよ。ついでに、日本風の場合の材料です。豚バラブロック 200g、キャベツ3分の1個、ピーマン3個くらい、長ネギ1本、ニンニク1かけ、生姜 10g、甜麺醤大さじ1、豆板醤小さじ1、味噌小さじ1、醤油小さじ1。豆板醤が減りましたね。日本風はあまり辛くしないのが主流ですね。四川風は？材料だけ紹介しましょう。豚バラブロック皮付き 300g、葉ニンニク1束、長ネギ1本、ピーマン3個、ニンニク1かけ、生姜 10g、トウチ小さじ1、ラオチョウアン小さじ1、豆板醤大さじ1強、甜麺醤小さじ1、唐辛子3本くらい、一味唐辛子お好み、ネギ油少々。結構変わりますね。あと、まあお好みでホワジャオかけてもいいですよ。ただこれ、めちゃくちゃ辛いので気をつけてくださいね。それでは、作っていきましょう。まず、豚肩ロースを5ミリくらいの厚さでスライスします。面倒な方は焼肉用に切られたやつを使ってください。豚肩ロースなんですね。バラじゃないんだ？ええ、先ほど言いましたが、本来ホイコーローは豚バラを1時間下茹でして作ります。ただ、家庭でそんなことやってる暇はありませんよね。ですので、今回は最初に豚肉を焼いて作る方針にしました。その際、バラでやっちゃうと油が出まくって大変なことになるので肩ロースです。まあ、お好みで好きな部位使ってくれて構いませんよ。続いて、長ネギ。これは斜め切り。ニンニクの芽はそぎ切りに。そしてキャベツ。キャベツは適当に食べやすい大きさに切ってほぐします。ニンニクは適当に刻みます。材料切る工程をはしょり始めましたね。正直、特に見どころないですからね。合わせ調味料を作ります。ウェイパー、ジャンソンジャン、豆板醤、甜麺醤。ここにトウチを刻んで投入。ラオチョウアンと酒を入れてよく混ぜます。これで合わせ調味料は完成。とまあ、ここまで作っといてなんですが、ジャンソンジャンも塩気がありますので、今回の分量だと結構味濃いめになります。なので、ジャンソンジャンかトウチのどちらかを減らして作った方がいいかもですね。豚肉を焼いていきます。本来は茹でる工程で肉を柔らかくし、油と臭みを抜くんですが、その代わりにここでしっかり火を入れて臭みを焼き切ります。麻婆豆腐の時の酢みたいな感じですね。硬さに関しては、豚肩ロースはもともと柔らかいのであまり気にならないと思いますよ。あと、油ももともと少ないです。全体に焦げ目がついて、透明な油が出るようになりました。こうなったら、一回豚肉を皿に移します。次に、野菜を炒めます。豚肉を焼いた時の油は美味しいので、そのまま野菜を炒める油として使っていきます。軽く全体に火が通ったら、豚肉と一緒にしておきます。さて、ここで問題。はい？ここまでに何回中華鍋の中身が変わったでしょうか？豚肉入れて1回、野菜入れて2回ですよね。そう。
本来なら豚肉を茹でる時にもう一回追加です。こうやって具材が何回も鍋と外を行ったり来たりする、これをフェーズオと言います。で、本来は肉が3回行ったり来たりするのでホイコーローなんです。名前の由来はそんなところだったんですね。はい、別に甜麺醤で炒めたからとか、キャベツ入ってるからとか、中華鍋をぐるぐる回すとかそういうのじゃないですよ。師匠は日本式のホイコーローを決してホイコーローと呼ばなかったですからね。じゃあ、注文入ったらなんて言ってたんです？肉とキャベツの味噌炒めです。さて、醤を作ります。鍋に少しの油とニンニクを入れ、弱火で香りを引き出します。香りが立ってきたら、合わせ調味料を入れて中火で火を入れます。麻婆でも言いましたが、豆板醤は炒めることで目覚めます。豆板醤の香りが出るように、豆豉の味が馴染むように炒めます。これで醤が完成。ここに、先ほど炒めた豚肉と野菜を一気に投入。強火で炒め合わせます。全体に醤が絡んだら、お好みで化粧油としてラー油やネギ油をかけて完成です。それでは、お召し上がりください。お肉からいただきますね。美味しい。あれだけちゃんと火を入れたのに、肉がすごく柔らかい。肩ロースはすごく使いやすい部位ですね。うん、ご飯ください。はい。これですよ。ホイコーローはやっぱご飯と一緒に食べなきゃいかんですよ。ぐぅ。そりゃ美味しいですよね。で、アレンジって言いましたけど結構普通じゃないですか？そう見えますよね。具材はまあ、日本でよく見るホイコーロー。味付けは豆板醤が効いてるので四川風なんですかね。ジャンソンジャンと製造工程が大きいですかね。言ってしまえば、日本風の具材で四川に寄せた味、作りやすい工程ながらも一応フェーズをして、肉を全面に出したレシピってところでしょうか。確かに野菜は少なめですね。ホイコーローですから、肉をちゃんと味わってほしいですね。それで、アンケートにはこんなコメントも寄せられておりますが、まあ、さすがにクックドゥ使うのはなしとしまして、どうします？私のホイコーローは基本これなので、一応ホイコーローは完結です。キャベツ入れて作らないと日本では暴動が起きますからね。追加で作るとしたら、四川風ですかね。めっちゃ辛いんでしたっけ？はい。唐辛子も具材になりますので、四川風で作るときは本格的にやりたいですね。茹でるんですね。ええ、大変面倒くさいですが1時間。時間取れるときじゃないと無理だなぁ。あと、葉ニンニクの季節じゃないと無理ですねー。